里崎チャンネルジョッ。さあ今日もやります。外国人選手来日、吉と出るか凶と出るかというところで、セリーグ6球団見ていきましょう。雑談もね、多くなると一人なんてね寂しい、早めに本編入れっていうね声聞こえますけども、今日は枕ありません。なぜならもう疲れてきたから。さあということで、ヤクルトから、今日はセリーグ最下位球団からいきます。ヤクルト、去年のね最下位、現在は4位、チーム防御率 4.29、 セリーグ5位、チーム打率2割5分1厘、セリーグ3位、もう結構打ってるね。でその中で、もうヤクルトは今ね、ちょっとコロナ陽性で離脱者も多い、もう万々歳でしょ。オスナね、サンタナ、内野手両2人だから、もうファースト、サードだ、村上とどちらかがどっちかだね。で、まあでもオスナの方がファーストなのかな、で村上サードなのかな、でサンタナ外野、今山崎が頑張ってるのよ、めちゃくちゃ。でライトでもね、渡辺がスーパープレーしたりとか、昨日のね試合でも11対7でね打ち勝つっていうね。ところでどこに置くかな、ライトか、やっぱりライトだね。そうなってきた時に怪我した坂口とか、結構これでハマっちゃったらもうね行き場がなくなるし、青木、塩見また大ピンチ、後輩塩見大ピンチ、このだからあれだね、日本人選手にとったらもう今日だね、この外国人の加入はね。でもその間に素晴らしい結果を出した山崎ね、まあ間違いなくセンターでレギュラーで出てくるね。まああとレフトライトとね、山崎も動けるんで、その時々でね回れるっていうところは素晴らしい選手だし、まあこうなってきたら打順も村上の後ね、5番打つのが誰かっていうところで今ねヤクルト不安視されてる中、このオスナ、サンタナがね2人40発ぐらいホームラン打てるってね高津監督が言ってましたけども、それがもしね事実だったとしたらよ、なかなか40発打てるって40発打った人そんな見たことないからね、事実だったとしたらこのオスナ、サンタナがね5番6番ぐらい入ってきたらやばいね、打線が。でピッチャーバンデンハーク、サイスニード、この2人がね、まあ、この4人7月3日ね、来日発表って、ね、いうところで、まあ、バンデンもね先発苦しいから、バンデン先発で、サイスニードも、まあ、メジャーではリリーフしてたんだけど先発期待っていうところで、まあ、この2人がね先発入ってきて、小川、高梨とか、まあ、昨日奥川ねちょっとまたピリッとしなかったですけど、ほらヤクルトで今現状4位、わーつ、いい流れ、これで外人来てハマったら A クラス行くかな、あるんじゃない。そういった意味でもね、日本人の選手にとったらピンチ、せっかくあった職場で結果残してないからなくなります、残念。それ仕方ない、チャンスもらってるからね、チャンスもらってる中で出してない、チャンスもらってる山崎はねしっかり結果出して今なくてはならない存在になってるからね、そこは大事よ。で続いて広島バード、ネバラウスカス、来日未定です。まあ、だから来てません。で来た黒、コンディション不良で2軍です。くー、当たればとぼけて当たらない、どこのコンディション不良なんだ、心か心なのか、頑張ってくれ、当たればいける、エルドレッドになれるんだよ、期待してます。まあその中でね、このバードリリーフ期待、あとネバラスカス先発期待、メジャーではねリリーフしてたらしいんですけど、マイナー時代ね先発経験もあって先発期待っていうところでね、いやーちょっと来てない、だから広島だけ外国人いないからプラマイゼロ、もしくはクローンいないからマイナスです。ピンチ、カープピンチ、現在3位、チーム防御率 2.66、 セリーグ2位、チーム打率2割6分、セリーグ2位、なのにピンチ、外国人来ません、来てほしい、ここ2人早くね。まあでもリリーフね、まあ森浦この前打たれましたけど、大道、堀江、ね、ケムナ、こう頑張ってるとね、思います。で、もう先発がね、若干足りないから、昨日みたいなね、ピッチングされちゃ、困るっしょ。初回4点取られて、そのな中村、雄太、頑張ってよ。まあでもここでね、いや、来てほしい。広島カープ、唯一12球団で来日外国人ゼロ。ピーチ、大ピーチ。さあ続いて、昨年4位、DeNA。オースティン・ソト、ピーボルズ、で育成のシャッケル・フォード、レビー・コルデロ、スターリン・コルデロ、来日です。ロメロ、成田空港で症状なく陽性反応で今隔離されてます。先発期待されてるんですけどね、こうちょっとピンチ、ロメロピンチ。まあでもね、隔離生活終わったらね症状ないらしいんでね、元気に復活してもらいたいなと。でもオースティン・ソト、ピーボルズ、今 DeNA、 あ、最下位ピンチ、3勝7敗に引き分けピンチ、チーム防御率 4.71、セリーグ最下位ピンチ、チーム打率2割7分5厘、セリーグ1位、おっと素晴らしい1位、マキと取ってるからね、マキグッジョブね。その中でまあね、もうでもこうなってきたらよ、もうマキはセカンドだね、さすがにセカンド外ファーストマキあんのかな、それはないでしょ。 DeNA ファンの皆さん、ファースト外セカンドマキですよね。でもこの前マキセカンド入ってなかった、
動きしっかり勉強してね。オースティンはライト、まあ、オースティン神里も打ってるしね、桑原も打ってる、で佐野、わーおオースティンそんないらないけどいるよね。だからまあ神里と桑原が勝負だね、センターで。でもオースティン外が入ったらチーム打率今までもトップなのにえげつない。ちょっとホームラン数がね7本で中日1本だけどセリーグ5位だから、ちょっとそこがね少ないから、でもここはね大きい。であと先発のピープルズが入ってきたらね、先発も若干苦しいところもあるんで怪我人も多いし、そういった意味ではもっと DeNA 三浦監督やっと武器揃えて攻めていけるかね、というところで注目ですね。で中日外野手ガーバ 3A で26本ホームラン、ピッチャーロザリオリリーフ候補、まあ、中日も厳しい、今5位、4勝6敗に2引き分け、チーム防御率 2.56、 おセリーグ1位、わーおいいね、ピッチャー頑張ってる。チーム打率2割1分6厘ワースト5位タイピンチ、ホームラン1本ピンチ。ここでもガーバーが来たらレフトガーバーだから、ネオはもうガーバー来るまでかな。あでも平田も1割6分的にネオじゃガーバーライトかっていうところもある。だからネオと平田が勝負だね、どっち使うかっていうところで。ガーバー入ってきて、ビシエドがでもコンディションフローで2軍行ってる、ピンチとかもう大ピンチ。あとロサリオリリーフ期待、まあでもライデル・マルチネスももうそろそろ1軍合流するから、もうそしたら中継ぎね、まあ昨日祖父江打たれちゃったけども登板肩だからね、もう毎日投げてるもん全員だから、そういった意味でもここはうまく払ってねいけばまだ伸びしろあるから、まあ新外国人より早くライデル・マルチネスが1軍合流してほしいよね優勝予想してる身としては、そこいての優勝予想だからね、そういなくなるときついよね。まあでもこの外野平田とネオがどっちか外れるピンチでも、ガーバー来てホームラン打てばね、ホームラン1本今ピンチだから、そこはね一気に上がるかなと。あとロサリオリリーフね、うまく頑張れば。で続いて阪神は今1位、8勝4敗、チーム防御率 2.68、 セリーグ3位、チーム打率2割4分、セリーグ4位っていうところです。なんかそんな全体的にびっくりするぐらい高いわけじゃないね。で来日しました、争奪戦に勝って加入するロハス、アルカンタラ、ビッグネーム2人がようやく来日します。ピンチ阪神ピンチね、今聞こえました、タイガースファンの皆さん、何がピンチやねんお前、ダメじゃねえよ、聞こえてます、外国人8人います、どうしますか、どうします、誰外す、だって外せない選手でいくともうサンズ外せないよね、普通に考えて。ガンケル外せないよね、この前グッピッチングしたし、スアレス外せないよね、守護神マルテ外せるねマルテか、マルテは外そうか、マルテ外すしかないよね。だからもうロハスを入れて、そしたらサンズファースト、ロハス外野で佐藤君出します、それでいきます、それでいいですか、それかマルテロハスサンズっていうパターンもあるよ。佐藤君どこまで我慢、それもあるね。でもよ、アルカンタラ入れなきゃいけないから、で5人ね登録は、だサンズ、スワレス、ロハス、ガッケル、マルテかアルカンタラ、無条件でアルカンタラマルテごめん2軍です。そしたらいいね、アルカンタラ4人しか登録できないけど、アルカンタラとガンケルを先発だから交互に入れ替えしたら常に4人で持つし、でスワレスでサンズがファーストやな、ロハスで佐藤君か、これこうしかないか、これはね危なかったね、これマルテがめっちゃ打ってたら佐藤君も試合出れなかったね、あとガンケルが調子悪かったら危なかったね。でもあとよ、チェンとエドワーズいんのよ、チェンよく阪神行ったね、ロッテ行ってたらもう先発ローテーションで回れてんだよ今年も。えお金欲しかっただけなのかな、もう野球やりたくなかったから阪神行ったのかな、逆におかしいやん、無理やん、どう考えても出られへんやん、なんで阪神行ったんだろうねチェン、もうロッテでよかった金か、ロッテでよかったチェン、もう見てたらこのチャンネルチェンが見てたら後悔してると思うよ、怖いってきついね。まあでも8人もいるからね、だからこの誰選ぶ だから今後のね調子いい時はいいけど悪くなってきた時に多すぎてどれ選ぶかが難しいところが、チャンスがピンチになる可能性あるから、そこはね注視する必要あるですね。続いて巨人、内野手のスモーク、外野手テームズ、メルセデス、そしてウレーニャ、3月29日来日ビッグチャンス。ジャイアンツはただいま2位、おっとバタバタしてたけど結局2位、5勝4敗3引き分け、チーム防御率 3.03、チーム打率2割1分6厘5位タイ。まあそれはねちょっとコロナ陽性であれだけ離脱したら、じゃ絶好調のよ、ウィーラーがいなくなったのはでかいよ、あれはねあんだけ打ってたのに。その中でスモーク・テームズだ、今は今ジャイアンツで外国人が入ってんのがデラロサ、
ビエラ、サンチェス、3人で、ここにでもスモーク・テイムズ入るから、スモーク・テイムズ、サンチェス、ビエラ、デラロサだね。でそれを見ながらサンチェスとメルセデスを交代交代にするか、ウィーラーの復帰で、だからスモークがファーストに入るのよね。でテイムズが多分レフト、だからまあ順当に普通に入っていくと思うよね。これがもしウィーラーがもう入れるんだったら、ウィーラー、スモーク、テイムズ、ビエラ外すとか、外しかないな。でデラロサでサンチェスかメルセデス、まあこれでもいい。その場合ファースト、スモーク、テイムズ、ウィーラーでレフト、ライト、センター丸やなっていう超攻撃打線もあり、だからここで来て巨人がこう上がっていくか、このテイムズ、スモークのね活躍にどうなるのかっていうねところもありますけども、まあ阪神が羨ましいね。大全員いい感じで来てるからね、どうなるのかっていうところと、まあ、皆さんのねチームがどういう展開になるのかね、これからも頑張っていきましょう。そして総チェックを忘れずに、それを知ればあなたもプロ野球の名プレイヤーと同じ知識が備わるかもしれないです。ということで、じゃあちょっとストップ。最新ニュースが入ってきました。先ほどまでの収録はね4月8日にしたんで、まだ情報が集まってなかったですけど、今日4月10日です、情報が入ってきました。先ほどね広島のバードとネバラスカス投手が来日未定と言ってましたけども、今日の新聞メディアで新情報です。広島合流が遅れている新外国人のカイル・バード投手、そしてネバラスカス投手が9日に来日したと発表、ともに、出国前と日本到着時 PCR 検査を受け陰性です。カーブ来ましたね。ということで、まあ、バードがね、リリーフ期待、あとネバラスカス投手が、まあ、チームとしては先発を期待しているっていう情報もありますけども、まあ、メジャーではね主にリリーフやってたっていうところで、まあ、どうなってくるのかね。今日もですねジャイアンツに競り勝ってですね、ここで、大瀬良、九里を立ててジャイアンツに2勝しましたし、ちょっと中継ぎ陣もね、まあ、大道、堀江、ケムナ、そして最後もね今日栗林が、締めてましたけど、ちょっと投手陣安定してきたからね、まあでも先発はちょっと頭数いないから、このネバラスカス投手とこれ期待ですね。あとバード投手中継ぎどうかな、入ってくる、まあ、先発は多分できないだろうしね、まあ、中継ぎっていうところでどういうバランスになってくるのか、変に入ったらね、今中継ぎもいいね、新人3人がね、まあ嬉しい誤算でねいい形になってるんで、ここでバランスがねどう保てるかっていうところで、でもカープもね投手陣の厚みが増せばね、野手のねグワッていうね押し上げと、菊池選手もね状態いいですし、鈴木誠也もね状態上がってきたっていうところで、こういい感じのね、優勝争いに向けて序盤ねいいスタートダッシュできてるんで、この2人のね投手陣がハマればねどうなるのか、あと中継ぎバランス崩さないかどうか、これバード投手が入って崩さないかどうかちょっと心配ですね。そこのこの起用法が佐々岡監督がどうするのか、先発のねネバラスカスは、まあ、普通にローテーション入っていけるかどうか勝負ですね。このバード投手のこのリリーフの使い方、ちょっと岸と出るか強度出るのか注目ですよね。ということで広島カープの新情報が入ってきたので最後につけときました。皆さんね、あなたのチームの戦力分析どうなってますか。それではまた総チェック見てください。要チェック。